皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは教室経営のダメージを最小限にする方法、売上が3ヶ月連続で落ちていたら考えてほしいことについてお伝えしていきたいと思います。授業をやっているとですね、いろいろなこうご本人の、要因に起因する内容で売上が落ちる場合や、外的要因ですね、近々で言うとコロナであったりとか、自然災害とか、いろんなケースで売上が落ちるということは普通にあり得ます。でそこで、考えなくてはいけないのは、売上が落ちるということを特に外的要因に関しては食い止めることできないんですよね。外的要因だから自分に起因することではないので。ただ、外的要因があったとしても立ち上がって売上を上げることができるタイプの人とそのまま落ちていくことに分かれるケースの人もいますよね。でその時にはやはり現状をきちんと把握して、生きられる方向に生きるっていうふうにシフト転換をどれぐらいの速度でしかも求心力を持ってパッと切り替えられるかっていうのが多分大きな外的要因の場合にはですよ、これスピードが多分大事になってくる。あと決断力と執着しない気持ちですね。はい、その経営判断っていうところにはなるんですけれどもね、これが遅れれば遅れるほど痛手が大きくなって、ますますこう舵を取るのが厳しくなるので、瞬時に判断できるという、普段からそういう目を鍛えているか、最悪の事態を普段から想定しているかっていうことがまず一つあるかなっていうふうに思っているので、外的要因っていうことで、売上が落ちるときにはそんな感じなんで、これは誰にとっても同じように現れることで、対応の仕方でその後の売上とか経営状態が変わるっていうのはよくよくあることです。コロナに特化して言えば、オンライン化できたかできないかっていうのがやっぱり一番の要因ですし、選んでる業種業態を切り捨てることができるかどうかっていうのが、それに合っていないと判断できるのであればですよ、一つ大きな流れになったんじゃないのかなって思います。はい、で今日メインでお話ししたいのは自分のところの中でどうにかできる話の方です。だから外的要因は等しく皆さんに同じアクシデントが起きるんですけど、内的要因はご自身で作っちゃったりとかしてる内容とかですね、対応が悪かったりということで傷口を深めるというような内容になってしまうケースなので、今日はどちらかというとそのお話を中心にしていきたいと思います。では本題に入ります。まずですね、教室経営のダメージを最小限にするっていうことで、売上高ですね、これが落ちている時っていう時に、考えてほしいことっていうのが、何個かあるんですよね。で、それを中心にお話しするんですけれども、まず大前提としてですね、売上が上がってる時って例えば数字を見るのも楽しかったり、上がってるから見るのがそもそも楽しいじゃないですか。これは私自身もそうだし、私の教室の先生コンサルをね、毎月継続的にやってるコンサルの先生も同じ状態です。上がってるから楽しいからさらに拍車がかかってまた上がるっていう、なので本来は上がるスパイラルに乗せていけるような経営をいつでも心がけることができると本当はいいです。だから落ち込んでも売上が落ちてもすぐ立ち直って、1年を見るとなだらかにちゃんと上がってるっていう状態を意識的に作ることができているかどうかっていうのが一つ大事で、デコボコはあんまりおすすめしないですね。上がった下がった上がった下がったとかっていうのはあまり安定的な経営ができていることにならないので、微増でいいから最後1年の終わり一旦見た時に最初より 1.2 倍から 1.3 倍成長、100万だったら120万から130万でまずは終了してるっていう、この状態がいいなと思ってます。額大きいと辛いですけどね、1000万だったのを1300とか1500にするっていうのはなかなかに同じ業種業態でやってると辛いんですけど、だいたい1年で 1.2 倍から 1.3 倍成長ということを私のクライアントさんにお話をしているので、微増でいいので上げ続けるっていうことですね。でその時に、さっきマインドのお話になるんですけれども、売上下がってる時って数字を見たくないですよ。現実逃避ですね。私の場合には早くリカバリーをしたい方なので、仮に下がっ
った時があったとしたら、早急に要因を見つけて潰して戻すっていうことを、仮に下がったとしたらですよ、基本下がらないようには経営してるんですけれども、下がったとしたら多分それをやります。それは単純に原因究明と対処をするっていうだけのところでやっていけるので。ところが救出業の先生は、まあ、女性の方が多いので、メンタル的にやっぱ現実逃避しちゃうんですよね。見たくないから蓋をする。蓋をすると余計に傷口が深くなっちゃうので、売上が上がってないっていう現実をやっぱりきちんと受け止める必要があって、で受け止めれば対処ができるんですよ。受け止めないから対処ができない、そして傷口が深くなるという悪い方のスパイラルにどんどん落ちていくっていう感じなんですね。でなぜじゃあその3ヶ月っていう言葉で私が言ってるかっていうと、3ヶ月連続で落ちてるっていうのは絶対に要因があって、その要因を、まあ、穴が大きくならないうちに手早く修正かけると、戻せる可能性、短期間で戻せる可能性がすごく高いんですよ。短期間で戻せる可能性が、これがですね、1年ずっと実は落ち続けてました。一昨年に比べて、昨年に比べてどんどん売上が下がってるので、そろそろやばいかなと思ってとかいう方とかいらっしゃるんですけれども、3年前からずっと落ち続けてる状態を、例えば私のところにご相談に来ていただいて、劇的に治すっていう場合には、まあ、いわゆる手術に例えるとよくわかるんですけど、もう外科的な大手術になっちゃう可能性があるんですよ。3ヶ月ぐらいのレベルだったら内科的な処方箋、薬でどうにかなる可能性があるっていうことなので、ちょっとしたことを修正かけるだけで上向きにすることができる、一つの分岐点なんですよね、3ヶ月って。はい。なので、ちょっとちゃんと状態を見ていて、現実から目を背けないで、まずその一つの指標、特に外的要因と内的要因に分けなくてはいけないので、その分析をした上で何をするかっていうのを考えていかないといけないんですね。で、3ヶ月っていうね、じゃあその期間で割とリカバリーしやすいっていうことを言ったんですけど、何を特に注目をしたらいいのかっていうと、3ヶ月間を連続で落ち着けてる時には、3ヶ月前の動きを見るということですね。3ヶ月前と今と何が動きが一番違ってるのか、まあ、これも数字があれば本当は一番いいんですけれども、私自分の例で言うと、開業初期の頃って安定しないんですよ、数字が。ファンも定着するのを一生懸命やってる最中なので、そういう時にファン作りっていうことを怠ると、数字めちゃめちゃ普通に現れます。私で言うとブログ更新が滞った、たったそれだけです。売上がストンと下がったのが、安定してくるとそれなくなります。私が3ヶ月前の自分を考えた時に、唯一、原因として考えられる、もうそこでしかなかったんですね。他はそんなに変わってなかったんで、多少変わったのかもしれないですけど、一番大きかったのは、その当時の私は常にブログ集客で新規のファンを増やし続けていて、既存のファンもいつか来たい人をメンテをずっとかけていたっていう状態が続いてたのを突然止めてしまったので、新規は増えないわ、メンテはかかんないわっていうことで、まあ、予約が入らなくなったっていうのが、まあ、要因だったんですけれども、分かりやすいのは行動を振り返ることができる状態だったっていうのと、なぜ3ヶ月後に気づくのかっていう、これも一つのポイントで、基本的に自分が努力したことってその場で現れないんですよ、通常。だから今やってる仕事って大抵3ヶ月か6ヶ月先の仕事をやってるんですね。だから今サボったことって3ヶ月か6ヶ月後に出るんですよ、数字で。だから気づきにくいです。その時の私もそうで、7月とかにストーンと売上が落ちた時に、できてなかったのは4月なんですよ。で、なぜ気づかないかっていうと、その2ヶ月の間は4月、より前のところ、例えば3月とかにやったことが、財産として普通に集客できてるとかっていう状態が続いてて、ストンって落ちたのがほぼその時期っていう、そのズレがあるっていうことがあるんですね。だから3ヶ月連続で落ち続けてるっていうことは、まず3ヶ月前に何かがあって、それ
その何かがあった悪い要因をそのまま引きずってるから落ち続けてるっていうことなんで、今要因を探っても見えないんですよ。ただデータが出てるだけだから。ただじゃあ今放置してたらいいかっていうと、今放置すると今度3ヶ月後がまた辛い状態になるから、基本はやり続けることになるんですけれども、まず現実を見ることっていうことで、分かりやすいのは数字です。数字のデータ、だから普段から数字のデータを見ててほしいんですよね。例えばブログ1ヶ月、私の場合だったら30だったら30更新してたのが4になったとかね。これ本当の話なんですけど、精神的、珍しく精神的ダメージを受けた時に4つしか更新できなくて、そのせいで売り上げがドーンと落ちたことがありました。だから普段と違ってる行動を3ヶ月前か4ヶ月前にチェックできるかっていうのがまず1点ですね。でその違ってる行動を、その段階で、あ、これだったんだって分かって、もう一回元に戻すことができるのかということと、あとその3ヶ月の間にさらに何か変わった新しいことをやっちゃってないかとか、その新しいことのために力を取られて、その、こと自体がね、うまくいかないような要因を作ってるのかとか、その変化が起こったであろう過月の自分の行動を振り返って、良かったこと、悪かったこと、いいことは伸ばしたらいいんですね。で、これって成果出てないよねは、その段階で一旦整理するか、切るか、変えるか、やり方を変えるかとかしないといけないですよ。で、要因が見つかったらもちろん対処っていうのをやっていくし、あと同時に要因が見つかった後に、直していく期間、落ちてるわけですからね。 落ちてるから直すってことは、まず元に戻すっていう労力がその1で、そう、刺してき刺しあさらにき、もともとそうであったであろう軌道のラインに乗せるための努力がその1なんで、回復しなきゃいけない時って労力が1.5倍から2倍かけないといけないんですよ、その時期に。ということは、3ヶ月下がり続けて足んなくなった分を、残り3ヶ月で通常通りにいくラインプラス下がった分を上乗せで稼ぐっていう癖をつけておくと、そうそう下がらないです、1年間見たら。ビジネスは長丁場なんで、3ヶ月レベルの落ち込みは1年でどうにか解消できます。なので、気持ちの問題です。下がった分を必ずリカバリーするっていう観点から、原因追及と対策、あとさらに残り3ヶ月を足りなかった分を稼ぐために何をできるかっていうのをその時考えて、その3ヶ月トライして、その後に数字が出るようにするっていう、これをできるかできないかっていうのが、ダメージを最小限にする方法として一番手っ取り早く実行しやすい内容になります。よくね、皆さんが勘違いしてるのが、今お客さんが来ないのは、今例えば告知してないからだって勘違いするんですけど、過去なんですよ、基本。もう過去に勝負が決まっちゃってるっていう感じです。だから過去の自分を振り返るしかなくって、今の自分は3ヶ月から6ヶ月先の仕事をやってるっていうことを自覚して動かないといけない。大体私一番先の仕事、1年先の仕事をやってるんですけど、平均的に6ヶ月後の仕事をやってます。だから今出てる数字っていうのは6ヶ月前の数字の努力の結果なんで、今やってることは6ヶ月後の仕事を作ってるっていう感じで動いてるっていう感じなんですね。なんで常にその時系列を把握して、今が今じゃないっていう、原因は今にないっていうことを理解するっていうのが、まず第一点ですね。あとは、その3ヶ月じゃなく、もっと過ぎちゃったらどういうことになるのかっていうのも軽くちょっと、補足しておくと、これ6ヶ月放置したとか1年放置したとかっていうと、原因がですね、複雑に絡み合ってきちゃうので、外的要因を外す、どこが要因だったか外すっていう作業も結構大変だし、ピンポイントでこれが多分原因だっただろうって原因追及が、お時間かかってしまうんですよ。これも本当に手術と一緒で、早期発見ならピンポイントで小さいうちにどうにかして治すことができるんだけど、長期的にいろんなことを
要因が絡んできてうまくいってないふうになると、原因追及にまず時間がかかって、で原因が分かっても今度4個5個とかあるから、どれから頑張ったらいいのかとか、もうまさに本当にあちこちね、飛んじゃった病院とか、病原菌ですね、病原菌っていうか、病気の源があちこちに飛んじゃってる状態が見つかっても、どこから手術していくかっていう順番とかもあったりとか、結局対処するにも時間がかかる。まず原因突き止めないといけないから、でさらにその順番も考えてでやっていく。その間どんどん体力は失われていきますよね。だから長期化します。なので6ヶ月かけて落ち込んだのをリカバリーするのに6ヶ月じゃ済まないケースが出てくるんですよ。下手すると1年がかり。これがじゃあものすごい年数になったらどういうことになるか分かりますよね。3年とか5年放置して、そしてやっぱり頑張りたいんですって言ったら、3年5年分のダメージを一気に戻さないといけないから、もう人間が変わっちゃうぐらいの大手術が必要になるっていうことになります。だから早期発見するためには、普段から自分の状態をどういうふうにして活動しているかを把握しているっていうことと、あとその把握しているっていうことを分析する能力がないといけない。ここも結構ポイントで、要は私のところにいらっしゃる方って2通りいらっしゃって、1つは、売上が下がったからどうにかしたくて来る方ですね。もちろん心情は分かるし、分かります。もう一つは、今現状この状態なんだけれども、さらに大きく飛躍して伸ばしていきたいのに、自分の頭ではそれを考えつかないから、そういう経営アドバイスができる人からアドバイスが欲しいっていう、まあ割と上向きにベクトルが向いてるケースと、まあ2つご相談をされるケースがあるんですけれども、今の話から聞いても分かるように、売上が落ちきってからどうにかしてほしいっていうふうに言われると、ものすごく急速的にどうにかしなきゃいけないので、本人の負荷がものすごくかかるのが通常です。当然こちらも頑張るような方向性は指示は出すんですけれども、その内容が結構重たくなる感じで、しかも資金が尽きてるから気持ちも焦ってるし、精神上よろしくないんですよね。でも長い間放置しちゃったから売上上がるまで時間かかるんですよ。このジレンマがすごい。だから私は魔法使いではないので、その言われた瞬間にね、「はい、じゃあこうしましょう」って言ったら、翌月いきなりどうにかなるっていうのって難しいんですよ。結構原因が奥深いと。だから主治医を持った方がいいっていうことですね。普段から病気の様子とかを見てくれる、まあ、それがだからコンサルタントなのかもしれないんですけれども、主治医がいるとちょっと自分が変化がおかしいなと思った時に、なんかちょっと熱があるっぽいんですけど、これは何の熱でしょうとかね、いうふうにすると、熱の要因をどうやって、まあ、体温計でまずは測るんでしょうけどとか、まあ、いろいろね、要因でこうどういうふうにしてっていう、ね、いろんな調べた結果こうしましょうっていう。主治医だと前のデータとかもあるので、こういうふうにできるよねっていう正しい方向を導いてくれる。まあそれが多分私のイメージでいうコンサルタントなんですけどね。で、その結局一番落ち込んじゃってる時って、精神的にもう追い詰められてるし、お金もないんですよね。そうすると、じゃあ例えばお医者さんかかりたくてもかかれないとかになっちゃうと、もう弱っていくしかないになっちゃうんですよ。だからなるべく早いうちに原因を突き止めて直しちゃう方がいいから、それを気づくのはご本人でしかないんですよ。だから目を背けちゃいけないっていうのがあるんですね。で、投資の正しい投資の仕方は、うまくいってる時にさらにもう一個何かとか、失敗しても大丈夫なチャレンジをするのは、一本の核になる事業がうまくいってる時に他のことを手を出すっていうのが正しいやり方です。成長カーブっていうのが事業には必ずあって、必ず衰退期が来ます。衰退期に手を入れると資金がないから手の入れようがないんですよね。成長期に手を入れる分にはまだ資金が潤沢にあるので、ちょっと失敗してそれがなくなっちゃったとしても、まだダメージ的に耐えられるから、そういう時に新規事業ってやるべきなんですよね。だからよく売上が落ちてきたから次から次へといろんなことをやりたがる人がいるんですけれども、その時ってやっぱ心情的に焦ってるし、
売上は落ちてるからやりたいから失敗できないっていう気持ちでやると余計失敗しやすいんですよ。だからそのタイミングも見極めてもらって、事業投資とかをするのであれば売上が上がってる時にもう1個2個って考えるっていうのが正しい事業投資の考え方になります。で、最後にもう一つ言うと、そのコンサルタントを使う時の使いどころの一番いいのは伸びてる時っていうのは言いました。で、伸びてる時がよくって、でかつもちろん下がってる時でも使いではあるんですよ。あるんですけど、その時には結構覚悟がいるっていうことです。大掛かりなね、手術が必要になるケースとかがあったりとかするので。あとは自分の判断で、例えば間違った薬飲むと余計症状が悪化するっていうのあるじゃないですか。そこを防ぐためにも主治医っていいよねっていう感じなんですよね。要はセッションしてて思うんですけれども、これは私の月額のクライアントさんですよ。自分で判断する力を身につけてほしいので、まず自分でどう考えますかっていうのを私先に聞くんですよ。で、その答え合わせをしていくっていう形で、なぜそれが間違っているのか、そしてどうあるべきなのかっていうのをお伝えしてるんですけれども、その時のその間違っている考え方っていうのを正しく理由と事情を伝えてくれて直してくれる人がいないと、分析をしても間違った分析をすると、そちらの方向に行くとダメージが余計に深くなります。はい、落としてるわけじゃないんですけどね。たまにそういう方いらっしゃるんですよ。ご相談いただいて、これこれこうでこうだからこういうふうにしようと思いますって言って話を聞くと、いやそっち行っちゃダメだよ逆とか言って、逆ですって言って、こっち側に行かないとダメですって言うと、本人的にはってことになるんですけど、なぜ私が逆の方がいいって判断するかっていうと、っていう理由を言うと、ああって納得するんですよね。じゃあなんで私がそちらの逆の方がいいっていう判断ができるかっていうと、皆さんからの相談を日々受けていて、当然それに対処する方法とかをいろんなことで調べたり、世間事情とか、未来の情報に向かってどういう組み立てが一番いいのかっていうのをその人に合わせてカスタマイズしてるからです。はい、なので、そういう場所というかところがあると、修正はできたりすると思うので、経営をそもそも、盤石なものにしたいっていう部分においては、信頼できるその経営のことをね、見てくれるパートナー、コンサルタントとかがいるのが、あまり大きなダメージを受けない一つの方法でもあるかと思います。ちなみに私は10年お世話になっている方がいらっしゃいます。毎回そんなに別に激しいことないんですよ。ないがゆえに、毎月それでも報告をして状況を把握しといてもらって、いざという時に大掛かりな何かがあるような時にはパッと相談をして正しい答えをすぐにもらうみたいな。結局その困った時に初めてね、どっか行く、頼むっていうことになると、そこの探す段階からスタートするじゃないですか。そうするとすごいこう自分の体がね、弱ってる時に一刻も早く止血をしなきゃいけないっていう時に、病院を探し回りながら、しかも場合によってはたらい回しみたいなことになっちゃうわけじゃないですか。なので普段から、そういう状態を作っておくっていうことも一つの経営の見直しとしてされるといいのかなっていうふうに思っています。ということで、本日のまとめです。教室経営のダメージを最小限にする方法、売上が3ヶ月連続して落ちていたら考えてほしいこと、まず一番有効な手段は3ヶ月前の自分の活動を検証するということですね。3ヶ月前っていうのは売上が落ち始める時なので、そこから3ヶ月間何をやっていたかっていうことですね。はい、それをさらに遡ったところでチェックするっていうのが一番で、それに対して変わった行動があった時にはそれを元に戻す、ないしは良かった行動があればもちろんそれはさらにね、伸ばしてやるっていうことがまず1つ目と、あとは下がった分を残りの3ヶ月で
自分の体に 1.5 倍から2倍の負荷をかけてさらに売り上げを上げるという癖をつける。そうすると3ヶ月で落ちたものを3ヶ月で直せば半年の中で、クリアできるので、1年通してみれば何もなかったことになりますので、そういう経営の仕方をしておくといいかなと思います。ちなみに1ヶ月レベルではね、まあ、直した方がいいですよ。早いから直した方がいいけど、まあ、ちょっと軽いアクシデントみたいなこととか、翌月にボーンと伸びる予定があるのであれば1ヶ月ぐらいの落ち込みはどうっていうあれはないんですけど、3ヶ月連続っていうのはやはりちょっとね、まずいなっていうふうに思って対処していただければと思います。それでは。